はい。今回は文字と式を勉強します。さあ、早速問題をやっていきます。1冊200円のノートを X 冊と90円の消しゴムを1個買うとき、代金を Y 円とします。さあ、過去1番の問題です。X と Y の関係を式に表しなさいという問題です。 さあどんな式を作ればいいいのか考えていきましょうさあここでノートの値段と消しゴムの値段を足した時に代金になるということがわかりますかさあそんなふうにね式を作っていこうと思います。まずはノートの値段ですが例えば例を書いておきました。 例えば200円のノートを3冊買った時の値段をどのように皆さん計算しますか。そうですね。1冊あたりの値段200円にノートの冊数をかけて600円。そんなふうに、えー、ノートの値段を出しましたね。はい。ここでも同じようにやっていきたいと思います。ただここではノートの冊数は X 冊です。 さっきは 200×3200 200円のノートを3冊今回は200円のノートを x 冊ですからが 200×x これでノートの値段を表したことになりますそして消しゴムは90円のものを1つですからそのまま90円90書きます、はい 足して代金ですから代金は今 y ですよだからここは y こんなふうに x と y の関係を式で表すことができましたさあ次は括弧2番ですさあそれでは括弧2番の問題ですノートが12冊の時代金を求めなさいという問題ですさあノートが12冊となっていますノートの冊数 これはさっきの式の、X、で表しましたねだから12冊のところを、X、に入れて計算をすれば代金が求まりそうですさあ式を立てていきます。ノートの冊数12冊なので 200× この、X、のところが今度は12となりす +90。 が代金の Y になるよという式になりましたさあ計算していきますよここで Y 代金は2 0 0る1 2はいこれで2400それに90を足して2490、はい、代金は2490円 と分かりました。さあ、それでは次の問題です。カッコ3番、今度は代金の方がわかっていますね。代金が1290の時、ノートの冊数を求めなさいという問題。さあ、代金というのはさっき y で表していたので、さっきの式の y のところに1290。と書きます。はい、ここで。 x を求めていくんだけれどもこの式が少し複雑ですねそんな時は四角を使って簡単な式にするという工夫をしてみましょうここの部分を四角としてこんな式を作ってみましたそうすると四角たす +90 は1290ちょっと式が 簡単になりましたね。はい。この状態で四角はいくらなのか求めます。四角と90を足して1290だから。四角っていうのは1290から90を引いたものだとわかります。そして四角が1200だとわかりました。はい。この式はもうこれ以上簡単にできませんね。そしたら、この四角に元あった 200×x を戻します。 四角に戻しましたよ。はい、この状態でまたさらに x について求めていきます。200に x をかけて1200です。だから x は1200そうですね。割る ÷200 で求めることができて、これは x は6だとわかる。だからノートの冊数は6冊ですと、こんな風に求めることができます。 さあ四角を使う式や文字式を使って工夫して頑張ってみてください。